はい、ハロー YouTube 皆さんどうお過ごしでしょうか。今日は2023年の9月の16日土曜日ということで、ちょっと久しぶりに動画の方アップをしてみました。先月の26日の土曜日かな、その時にまあちょっとバカやって自転車からねこけて、この肩打ったらしいんですよね。打って、でまあ寝たら治るかなって思ったら痛すぎて、その週の1週間ぐらいは仕事を全てかな、あのストップキャンセルして行かなかった、行けなかったんですよね、痛すぎて、ここがね、肩が。で2週目ぐらいからはなんとかね、もうちょっと迷惑がかけるわけにはいかないからっていうことでちょっとずつ復帰して、今ようやくまあ一応日常生活に支障はないぐらいにはなってきてるんですけど、だいたい20日間ぐらいね、あのダメージ、肩の負傷が長引いたというか、長引いたわけで、改めてね、体大事やな、命大事だな、尊いねってね、思った、そして思いました。最近そのね、知り合いの水商売の方が亡くなられてたんですよね。まあそれは寂しいし残念な思いもあるんですけど、やっぱこの体ありきだよねっていうね、この命が、だからやっぱり人間尊いなって思うし、儚いっていう言い方は違うんだけど、こう愛を持って光を持って、一人一人が輝かしい存在であるということでね、体大事にしないといけないし、やっぱ生活自体をね安らかに、送りたいと言ってるこのジャッキーは結構ね刺激とかそういうの好きだから、このまあバランスがあれなんですけど、まあ、陰と陽というかね、愛を持って生きて体大事にして、まあ、せっかく教わった培ったこの日本語とか言葉であるんであれば、愛のある言葉を吐いて、せっかく培ったこの思考があるんであれば、愛のある思考を持って、そしてその言葉を持って、そしてこの体を持って人生歩みをする人と触れるっていうねことが大事なんだなっていうふうにね、本当に改めて思いました。痛い、これね肩こう上げるとねちょっとまだ痛くって、あの T シャツ着れないレベルですね、脱げないし、痛いって手がね、肩が痛すぎて3日ぐらい風呂入ってないとかってありましたね、普通にずっとゲームやっててね、まあいいお休み期間になったかなとも思ってて、やっぱりこう動画の発信もしないと張り合いがないんですよね。なんかやっぱりインプットアウトプットフィードバックでねやっていかないとこう循環が回んないかなって思ったんで、改めて今日からやっていこうかなって思ってるので、この体が治った感謝を持って、やってきます。ということで現場から以上です。ありがとうございました。